こんにちは、リリナナです。今日はダイソーさんでお買い物をしてきたんですけども、手芸とはあんまり関係ないというか、毛糸の方はもう全然買ってこなかったんですけども、少しご紹介できたらなと思います。はい、まずは DIY 用にこちら木工用ボンドの方 120g 入ってるものですね。こちらの方を購入してきました。私は手芸では使わないんですけども、ちょっと小物で DIY をしたいなと思っているので、そちらの方で使っていこうかなと思います。はい、あとはこちらですね、3点、ナチュラルベージュ、ナチュラル風ペイントっていう色を塗るものとペンキみたいなものですね。こちらのカラーナンバーが3番かな、3番とあとは4番、あとはこちらダークグリーン、ナチュラルベージュ、モカ、ダークグリーン、こちらは8番、こちらの方を購入してきました。結構昔はなんていうのかな、100円グッズで DIY ってまではいかないんですけども、結構いろいろ組み立てたりとか、なんか切ったり塗ったりっていうのが好きでよくやっていたんですけども、最近はもう全然やらなくなってしまって、でその当時は結構ペンキみたいなのとかニスとかいろいろ100円ショップで購入してたんですけども、今はだいぶ種類が増えましたね。で可愛いカラーも結構あったので、ついつい購入してみました。でどんな感じになるか楽しみだなって思うんですけども、これは、DIY でも使いたいなとも思うんですけど、やってみたいなって思うことがあって、こういうウッドボタンですね、色がついてないもの、こちらを塗っていこうかなってちょっと思ってます。だけどダイソーさんのウッドボタンはニスかなんかが塗ってあるのかな、結構ツルツルしてるので、ちゃんと色が入るかどうかはちょっと不安なんですけど、なんかねツルツルしてないボタンがあるんですけど、これをどこで買ったのかが全く覚えてないんですよね。どこで買ったんだろう、100円ショップか違う手芸屋さんだったか全然覚えてないんですけど、ニスが塗ってないような、本当にもう切りっぱなしというかヤスリをかけただけっていうボタンだったら普通に色を塗れるかなって思うんですけど、ツルツルしてるやつだとちょっと厳しいかなって、弾いちゃうかなってちょっと思いながら、なかなか自分の好みの色っていうか、こういうベージュっぽい感じだったりとか、あとはブラウン系のボタンっていうのはあると思うんですけど、ちょっと白っぽい色だったりとか、あとは、グリーンっぽいのもなかなかないですよね。その100円ショップとかそういう安いボタンっていうのはないと思うので、ちょっと自分で簡単に色が塗れたら、で自分好みのボタンができたらいいかなってちょっと思っていて、今度チャレンジしてみようかなと思ってます。緑のボタンとかちょっと可愛いですよね、ウッドボタンで。ちょっと今度塗ってみます。はい、あとはアルミボディ定規、アルミの定規ですね、15センチのもの、カッターとか使う時に使いたいなと思っています。はい、最後はこちらになります。これカゴなんですけど、これは100円商品じゃなくて200円商品になってます。ワイヤーバスケットで、37センチ ×26 センチ×高さが18センチになっています。これかなり大きくって、で持ち手がこう2つついてる感じなんですけども、以前にセリアさんで100円のカゴを買ったんですね。でこれがこちら、見づらい、これが横が
23センチぐらい。で、幅の方が、縦の幅が17センチぐらい、高さの方が11センチぐらいになってるんですけども、これ2つ分ぐらい、2つ分よりちょっと大きいかなっていう感じなので、で高さもだいぶあるので、うん、これいいなと思って2つ購入してきました。で、これにカゴ、このカゴに細かいものはやっぱりこのままだと入れられないので、布とかでこう袋みたいなものをつけなくちゃいけないとは思うんですけども、毛糸とかに収納とかでも可愛いかなと思います。ちょっと見せる収納じゃないんですけども、やっぱりしまっておいてしまうとなかなか使わなくなってしまったりとかっていうのは私はあったので、なるべく目の届くところとかに収納したいなって思っています。で、季節ごとじゃないんですけど、やっぱり冬は秋冬用の毛糸だったりとか、夏になったらコットン糸だったりとか、ちょっと、毛糸の方も衣替えっていう感じでやっていきたいなって思っていて、なので今寒い時期は普通の冬のモコモコした毛糸とかを入れて、目の届くところにちょっと置いておきたいなと思います。これで、これで200円いいな。普通にタオルとか、バスタオルとか入れておいても可愛いなって思うし、お菓子とか入れて置いとくのもか、ちょっとそれは邪魔かな。でも引き出しに入れておくのも可愛いなと思いました。で、セリアさんの方はちょっとなんて言うんだろうな、ツヤがない、ツヤ消しタイプというかザラザラしてる感じのものなんですけども、ダイソーさんの方はツヤがある感じのものですね。ここがツルツルしている。なので、セリアさんの方がちょっとアンティークっぽいような感じはあるんですけども、でも見た目そこまで、変わらないかなとも思います。やっぱり大きい方がたくさん入るので、場所によってもなんですけども、今回私今までカゴとかをそんな見てなかったので、ちょっと今回見つけて、あちょっと嬉しくなっちゃいました。なのでこれからちょっと整理整頓を今年はちゃんとしていきたいなと思っています。では今回はダイソーさんでの購入品でした。と毛糸とかちょっと手芸用品には関係ないものだったんですけども、手芸に関することっていう感じでご紹介させていただきました。で、今年はちょっと収納の見直しなど、あとは毛糸も新しい毛糸が出るとどうしても欲しくなってしまうんですけども、増やしすぎずに上手に毛糸の方を消費しながら新しい糸も楽しんでいけたらなと思っています。ではまた次回の動画でお会いしましょう。リリナナでした。